はい、皆様こんにちは。今回はですね、ボクシング、キックボクシング、それと総合格闘技 MMA と言われるものですね。この3つの格闘技についてどう違うのかっていうのを簡単にね、ご説明したいなと思います。はい、なぜこの動画を撮ろうと思ったかっていうとですね、キックボクサーとしてデビューしてですね、12年経つんですけど、いまだにですね、周りから宮越くんってボクシングみたいなことで聞かれるんですよ。はい、キックボクサーなんですけど、やっぱそこのね、ボクシングとキックボクシングの違いがまだね、全然分かってない方って多いんですよね。はい、でもまあそれはそうですよね。例えば僕だったらチェロとコントラバスの違いとかよく分かんないんですけど、でも音楽やってる方はそんなのも分かんないのってなるわけじゃないですか。なので分かんないのは当然だと思うので、ここでですね、女性でも分かりやすくご説明したいなと思ってます。この動画を最後まで見たらですね、ボクシング、キックボクシング、総合格闘技、この3つの違いについてですね、分かると思います。周りにいらっしゃると思います、1人や2人格闘技やってる方、その方がどういう格闘技をやってるのかっていうのをですね、分かると思いますので、はい、ぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいです。はい、それでは早速やっていきます。まずボクシングから説明します。ボクシングっていうのはですね、簡単に言うとパンチだけです。これだけです。有名な選手で言うと、井上尚弥選手、井岡一翔選手、あとは那須川天心選手と、ボクシングで試合したメイウェザー選手ですね。こういうような方たちが、ボクシングって言われるジャンルの格闘技をやってる方たちです。ボクシングっていうのはですね、いろんな団体があります。これはキックボクシングでも総合格闘技でもそうなんですけど、それぞれの団体、それぞれの階級にですね、チャンピオンがいるわけですね。ボクシングの大きな団体は4つあります。まず WBC、 WBA、 WBO、 そして IBF っていう団体ですね。この4つの団体が存在します。まあ他にもちっちゃい団体いくつかあるかもしれないですけど、主にこの4つの団体です。それぞれの団体のそれぞれの階級にですね、チャンピオンがいるわけですね。軽い階級から重い階級まで10階級あるとしたら、1つの団体に10人それぞれにチャンピオンがいるので10人いるってことですよね。はい、でそれが大きく4団体あるんだったら、ボクシング界では40人いるってことですね。なのでチャンピオンは世界で1人しかいないってことはないってわけですね。各団体各階級にそれぞれ1人ずついるってことですね。あの人もなんかチャンピオンだし、この人もチャンピオンだって言ってたなみたいな、どっちがチャンピオンみたいな、いっぱいいるってことです。はい、いっぱいいるって覚えててください。1人じゃないよってことですね。ボクシングはパンチだけ、はい、って覚えておいてください。次はですね、キックボクシングです。キックボクシングっていうのはパンチだけのボクシングに加え、蹴りもあります。パンチと蹴りがキックボクシングです。なので、ボクシングとキックボクシングの違いっていうのは、パンチだけはボクシング、蹴りもありだとキックボクシング。って覚えておいてください。で、キックボクシングに関してはですね、団体がめちゃくちゃあるんですよ。まず、有名なところですと、スーパースター、武尊選手が所属しているのが K1 ですね。神童那須川天心選手。僕先日那須川天心の倒し方っていう動画を上げたんですけど、この那須川天心選手が所属しているのがライズっていう団体ですね。キックボクシングはこの2大団体ですね。ただ天心選手に至ってはライジンっていう、この後説明するんですけど、ライジンっていう総合格闘技の団体も出てたりするので、ちょっとそこでややこしくなっちゃう方が多いと思うんですけど、基本的には天心選手は、ライズっていうキックボクシング団体に所属しています。で、他にもですね、ノックアウトだったり、レベルスだったり、あと NJKF とか、ちっちゃい団体合わせると本当に10個20個ぐらいあるんですよ、キックボクシングって。はい、なのでですね、そこで分かんないよみたいな方が多いと思うんですけど、キックボクシングっていうのは大きな国です。細かく言うとですね、 K1 ライズは肘打ちがなしとか首相撲がありなしとか、そういうのあるんですけど、そういうのも気にしなくていいです。蹴りがありがキックボクシングです。で、次3つ目が総合格闘技 MMA とも言うんですけど、こう言われるものです。これはさっき説明したキックボクシング、蹴りがあるやつに加えて寝技とか、あと締め技とか、そういうのもあります。だからもうその名の通り総合的な格闘技ってことですよね。もう本当に何でもありぐらいのレベルの格闘技なんですけど、
これの主な大きな団体っていうのは、僕はあんまりちょっと詳しくないんですけど、パンクラスとか大きい団体ですね。あとはここにライジンが加わってきます。大晦日やってますよね、ライジン。ただライジンに至ってはですね、キックルールの試合も同じ大会でやるんですよ。なので那須川天心選手とか出てましたよね。はい、なのでちょっとそこでややこしくなると思うんですけど、ライジンにっていう大会に至っては寝技もやるし、キックボクシングもやるってことですね。こういう特殊な団体もあるんですね。はい、ただ今後はね、こういう団体増えてくると思います。今世界で一番でかい団体ワンっていう団体なんですけど、このワンっていう団体はもうすでにキックボクシングのルールも加えて総合格闘技でミックスされた団体なので、はい、これ今後増えてくるんじゃないかなと僕は思います。総合格闘技で有名な選手といえば、ライジンに出てる堀口恭司選手だったり、YouTube でもとても人気ですよね、朝倉未来選手、朝倉海選手だったり、もともとシュートボクシングにいたレナ選手とかが総合格闘技に転向したりしてますよね。なので、総合格闘技の選手がキックボクシングルールで試合したりしますし、キックボクシング選手が総合格闘技のルールで試合したりもするんです。はい、これはボクシングもそうです。なのでそこがちょっと、あれ、この人キックボクサーなのになんで総合格闘技の試合出てるの、ちょっとわかんないなるのが、そういうところだと思います。キックルールしか出ませんよとか、そういうのではなくて、いろんなルールに対応して出る選手もいるってことをだけ頭に入れておいてください。以上、3つの格闘技の種類が主にテレビでやってる格闘技ですね。はい、ボクシング、キックボクシング、あと総合格闘技ですね。この3つだけ覚えてもらえれば、大まかなね、格闘技はもう分かります。あとはね、空手とかテコンドーとか合気道とかテレビではあまりやりませんし、その都度勉強してもらえたらと思います。テレビでやってるのはこの3つっていうことですね。っていう感じでですね、3つのルールについてちょっと説明させてもらいました。いかがだったでしょうか。こんな説明で分かりましたかね。まとめるとですね、パンチだけなのがボクシング、蹴りもありなのがキックボクシング、そしてキックボクシングに寝技、締め技ありなのが総合格闘技っていう3つの大きな、ジャンルがあるっていうことだけ覚えておいてもらえればわかります。はい、ということで今回はですね、格闘技のジャンルについてご説明させていただきました。よかったなと思ったらですね、チャンネル登録の方と高評価の方ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは皆さん、いつもので締めましょう。いきます、せーの、ニンニン、またね。